アダド・ニラリ像。二世、または三世のものとする説もある。アダド・ニラリ一世は中アッシリア王国時代のアッシリアの王である。知性の年代一期が発見されているアッシリア王としては最古の人物である。名前の意味はアダド神は我を助けるであるアリクデン。イリの後を継いでアッシリア王となった。即位直後にバビロニアに遠征をし、その王、ナジマルタシュを破って、 バビロニア領の一部を獲得した。また、ハニガルバド方面への大規模な遠征を行い、ハニガルバド王シャトゥアラ一世の軍を破り服属させることに成功した。しかし、紀元前1300年頃、シャトゥアラ一世が死去し、ワサシャッタがハニガルバド王を得ると、ワサシャッタは、ヒッタイとの支援を受けて、アッシリアに対抗し、効能を打ち切った。 これに対して、サイドのハニガルバドを遠征を行い、ワサシャッタを撃破して、首都タイデを占領し、その領土は、ユーフラテス側にまで達した。そしてワサシャッタの家族と王族をアシュール氏へ、連れ去った。死後、息子のシャルマネセル一世が、アッシリア王位を継いだ。ハニガルバドは、アッカド語によるミタンニの名前であるが、この時代のハニガルバドは、ミタンニ王国の分裂後にできた国々であり、 領域を意味する。ただし、ワサシャッタ等は、ミタンニ王と記述される場合もある。アダドニラリ一世は、ヒッタイトをムワタリに、我が兄弟と呼びかける、外交書簡を送った。当時、大国の王に対する外交書簡において、この呼び方が認められたのは、同じ大国の王のみであり、信仰のアッシリア王からこの呼びかけをされたことに、ムワタリは非常な不快感を示した。 ヒッタイとは、ハニガルバドを保護国としていた関係もあり、この後、アッシリアとヒッタイとの関係は長期間にわたって、緊張が続くこととなった。ありがとうございます。